まあ、最近こうお客様の中に LED の定常光を使ってこうパラモン使いたいっていうお客様もたくさんこうご意見をいただいていますので、まあ、そのご要望にお答えしまして、まあ、弊社のオリジナルブランドであるミリオンというブランドからですね、まあ、このパラボリックソフトボックスを、新発売いたしました。はい、で今回ですね、2タイプのパラをご用意いたしました、まずですね、私の後ろにあるこちら、この大きいサイズ、こちらが180センチの、モデルとなっております。で今実際この撮影にも使っているものが140センチのサイズ、この2タイプの、サイズをご用意いたしました。で今この140センチのサイズにはですね、まあ、弊社のアプチャーのブランドから出ている 600X Pro を実際につけてこの撮影に臨んでおります。はい、ではですね、実際の商品の、紹介をしていきたいと思います。で今こちらにあるんですけども、まあ、骨が18本入っていて18面のパラソフトボックスとなっております。でこの奥の方にですね、窓が1箇所ついております。この窓がついておりますので、コードを通すことができます。なのでここに本体をつけて、そこから伸びるライトケーブルはこちらから出していただいて後ろの方に握させることができます。では実際にですね、このここにも 600X があるので、これをつけていきたいと思います。でこちらがもともと付属しているボーエンズのアダプターになりますので、まあ、このボーエンズマウントであればここにつけることができます。このようにして装着します。はい、でしっかり奥まで、穴に差し込んでもらってネジでしっかりと留めてください。はい、ではこうして筒体がつきましたので、コードを窓から通して刺していきます。ではこれでつきました。でですね、まあ、このパラの本体の重さもあるのと、この筒体の重さもあるので、しっかりこうウェイトをつけるようにしてください。まあこのスタンドの足につけるのと、あとコントロールボックスもしっかりつけて、この重さのバランスというのをしっかり調整するようにしてください。ではですね、中身の付属品の確認をしていきます。はい、まずはこの本体ですね、パラ本体が1つ、それと、まあ、筒体との距離を決めるこのフォーカシングチューブ、こちらが1本入ってます。ディフューザーが2枚ついております。1枚がインナーディフューザー、そしてもう1枚がアウターディフューザーの2枚がもともと入っています。それとグリッドですね、ハニカムグリッド、こちらも入っております。それとすみません、ここに今ついてるんですけども、ボーエンズマウント、こちらも一つ元から入っています。ではそして、鬼のパンツですね、あ、間違えた、ウエイトケース、こちらが1枚入っております。それとですね、これは入ってるものではないんですけども、まあ、このブルンの筒体をつけたい方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういう方にはですね、このブロン用のアダプター、こちらをまあベッドで買っていただくとブロンの筒体もつけることができます。はい、ではこのミリオンのパラボリックソフトボックス、皆さんのご購入をお待ちしております。